SBA 証券の浅井ですウィークリーマーケットフォーカスといたしまして先週のマーケットの振り返りと今週の注目ポイントについてですねご説明させていただきます。 それでは先週の振り返り、ですねこちらのグラフをご覧ください、日経平均とニューヨークダウンのです、ね、推移を示しているものなんですけれども、日経平均としては、ですね週間で3.15%の下落ということで,で、すねやや大きな下落幅になっていると、でニューヨークダウンもです、ね、同様に、ですね、まあ、先週はやや難聴な推移ということになっておりました。 こちらは東証、ね、33業種別で見たランキングなんですけれども33業種中、全業種がです、ね、週間ベースでマイナスということになっているんですが中でもです、ね、資源価格の下落を受けた工業株石油、石炭も含めたこういったエネルギーセクターで、まあ、下からです、ね、5番目に来ているのが卸売総合商社ですねこういうところも下げてますしあとはあのテクノロジーグロース株関連で,です、ね、精密なンも下げている。 また特にその物色の方向性を限らずです、ねまあ、幅広く売られていると一方です、ね、まあ、下げ幅の少ないところはです、ね、比較的にディフェンシブセクターこちらのほうが下げが限定的だったということが言えると思います。 でこちら日経平均のです、ねえーまあ、銘柄で,で見た当落ランキングなんですけども、まあ、先週は決算、ねまあ、発表、まあ、46のシーズンがです、ね、一巡してきたということで、まあ、個別銘柄物色からです、ねまあ、相場全体物色に変わってくるという形になっております。まあ、比較的です、ね、しっかりしているというところはです、ね、やはりそのディフェンシブの色の強いです、ねまあ、こういうところがです、ね、まだ変われているという形になっておりました。 でヒートマップを使ったですね1週間の振り返り、ですね1日ずつ見ていきましょうということで、まず8月の14日の月曜日、ですね日経平均で1.27%下げているんですけども、アメリカのですね金利の上昇が続いているということもありまして、グロース株、特にこちらのグラフで、あのマップでいくと、ですね左上の方のテクノロジー株ですね。 ソニーキーキスという代表名がありますけれどもこういったところが下げてますしあるいはです、ね、中国のです、ね、株価の下落も続いているということになりますので中国関連銘柄なんかもです、ね、比較的売られているという形になりますで火曜日、こちらはです、ね、自立反発の会で,です、ね、いやや日経平均、トピックスともにです、ね、反発といった形になっております。 水曜日なんですけども、日経平均でマイナスの1.46%下落しております前日にですねフィッチ、アメリカのですね大手の格付け機関になってくるんですけども、こちらがアメリカの銀行70行に対してです、ね、格下げの可能性があるという,ふうなことが報じられておりまして、これを受けてですねリスク回避の動きが強まっていると。 まあ、東京市場でもですね、えー、全面安の症状という形になっておるんですけれども、まあ、特にその真ん中の下の方ですね三菱、まあ、UFJ、みずほ、まあ、三井住友を超えたところ、ですね、まあ、大手の銀行株に関しては、ですね、まあ、やや飽きつい売りになっているということになります。まあ、日経平均といたしましては、ですね約1か月ぶりにですね、まあ、終わり値ベースで3万2千円の大台を割り込むといった形になっておりました。 で17日木曜日は続落という形になっておりまして、まあ、ネガサ株のですね、まあ、ハイテクのネガサ株とかですね、まあ、銀行株のですね、まあ、一角には、まあ、自立反発の買い戻しの動きも見られたんですが、まあ、相場全体では、ですねやはりそのネガサ株中心に、ですね売り優勢という形で、ですね難聴に推移しております。 で金曜日もですねこれで続落という形になっておりまして日経平均としてはですねマイナスの0.55%という形になっております。 約2ヶ月半ぶりのですね安値水準まで下がってきているということではあるんですけどもきの前日のですね木曜日と含めてですねーまあザラばの取引引はでは一時こう大きく下げる場面があったんですがまあそこからですね下げ幅を縮小するような形になっているんでまあ下げ相場ではありながらもですねまあ安いところではまあ下値を拾うようなこういった動きも見られたのではないかなというふうに思います。 こちらのヒートマップなんですけども、弊社のです、ね、ホームページからご覧いただけますということで、こちらですね、国内株式のページ、ヒートマップはこちらというところがありますので、こちらからご覧いただいていければというふうに思いますでその他の市場なんですけども、まず新興マーケット、ですねマザーズ指数、大きく下落しております、先週も。 えー、これ水準としてはですね年初来のですね、えーまあ、1月の初旬以来のですね安値水準まで下げてきているということで、まあ、移動平均3本引いてますけども、まあ、いずれもですね大きなまあ下値返りになっているということでなっております東証、えー、リート指数、こちらに関しては足元金、まあ、利情勢を受けてですね金利が上昇傾向にありますといったところからやはりその先週もですね引き続きわねの重いこういった展開になっておりました。 商品指標ですね、こちら、原油価格の推移なんですけれども、週前半がですね軟調に推移した後、ですね5週ラインでですね反発するような形で、週後半はやや反発に転じているという形になっております。ニューヨークの金先物ですが、こちらは難聴に推移しておりまして、背景としては、ですね昨今のドル高のですね影響が大きいのかなといったところになっております。 カースマーケットですけども円相場はです、ねまあ、先週一時146円台に足を入れたということで、まあ、かなり円安が強まったところから若干ですね戻しておりまして、まあ、足元はですね145円台での推移という形になっておると、まあ、ただこちら見ていただいてもですねご覧の通りではあるんですけどもやはりその円安圏での推移という形にはなっているのかなと。 1ま一つはま日米の,その金利差アメリカの長期金利が上昇しているというのが1、ね、つ大きな要因にはなってくるというふうに思います。 下の段はですねユーロドルとユーロ円相場の動きを見たものなんですけども時にですねユーロドル赤い方茶色のほうねラインですねユーロドルの対ユーロの下落ですタ、ね、イドルで見たユーロの下落がですね足元は続いているということで1ユーロ1.08ドル台までですねユーロ安が進行しているという形になります。 主要市場のですね先週の騰落率はご覧の通りですということで、えー、まあ中国ですね、えー、まあ本日は利下げが発表されてはいたんですけども、まあ、その前の段階からですね、まあ、かなりその香港株含めてですね軟調に推移していたという形になります。 まあ相対的にですねインド株、こういうところはですね比較的堅調ということになりますので、まあ、新興国でもですね非常に明暗を分けるような、まあ、そういう形になっておりましえ今週のですね予定なんですけども、今週はですねこれ実はあという形になってくるんですが、こう重要なですね 特に海外が中心になってくるんですけども、えー、重要なイベントが非常にこう目白押しになってきますんで動きとしてはです、ねまあ、非常にこう注目されるような、まあ、そういう一週間になってくるのかなというふうに思います。 国内ではあで、ね、明日火曜日に7月の基調的なインフレ率を補足するための指標ということで値、まあ、動きの激しいものをです、ね、除いた基調的なです、ね、インフレ、これ、最近発表されるようになってきているんですけどもこの発表があるということでやはりインフレを見ていく上で非常に注目されますしあるいはです、ね、25日の金曜日には8月の東京特部の消費者物価が発表されるということになります。 でえー、一つ飛ばしてですね海外その他のところなんですけれどもこちらです二、ね、21日の月曜日中国人民銀行がローンプライムレートを発表しておりますということで、まあ、これはすでに発表されておりまして、まあ、1年ものに関してはです、ね、10ベースほどの利下げと。 5年ものに関してはですねマーケットの利下げ予想に反して据え置きという形になっておりますので一応、ですね1年もの10ベース下げたということで金融緩和というふうな見方もできるんですがあー、まあ、ただ、マーケットのですね期待値ほどですね大きな利下げ金融緩和にはなっていなかったということになります。 で22日の、えー、から24日です、ね、b r i c あの首脳会議が行われるということで、えーまあ、これはあの南アフリカのです、ね、ヨハネスブルクで行われると、まああ,のまあブリックスの中にはです、ねまあ、ロシアも入ってきますんで、まあ、こういったその外交面のです、ね、注目というのがです、ね、非常にされるんではないかなというふうに思います。 最後、ですね真ん中の段アメリカなんですけどもこちらに関してはですね一つはですね24日木曜日のエヌビディアの決算発表ですねこれ非常に注目という形になりますしもう一つは24日から26日にかけてあのこれあのカンザスシティ連銀主催の年次シンポジウムいわゆるそのジャクソンホールですねこれが行われるということでこ,れあのこの中でそのパウエル FRB 議長が講演を行うと。 こっちの講演内容というものがですね非常に注目されるという形になってまいります。で現状のですね、そのアメリカの経済なんですけどもまあ年初からですねそのマーケットの持っていた期待アメリカの経済に対する期待っていうのはやはりその強すぎず、まあ、弱すぎずいわゆるその適温経済の中で アメリカは、まあ、昨年からその金、えー、政策金能をこう引き上げていったわけであってこう少しずつこうスローダウンしながら、まあ、ソフトランディングしていくというのがです、ね、このマーケットの見方にあったんですがただ足元はです、ねまあ、そういう,そう,いうです、ね、楽観的な見方とはです、ね、ある意味こう乖離するような形になっていて、まあ、13月46月期とも、まあ、にです、ね、プラス成長を遂げてくる中でこの79月期に関してはです、ねまあ、非常に高い成長になってくるんではないかと。 かなと。で、これ、あの、今ご覧になっていただいているのが、これ、あの、アトランタ連銀。 が発表している GDP n o w という統計でこれはのホームページでも見れるんですけども、えー、これでですね、まあ、79月期の GDP の現時点での推計値なんですがこれがです、ね、直近でプラスの5.8%まで伸びてきていると、まああのまあ、非常に高い伸びになってきているということでマーケットの見通しに対してそれ以上にアメリカの経済が強いというのがです、ね、現状の動きになってくると。 で当然です、アメリカの,その景気が強いというふうになってくるとです、ね、マーケットはです、ね、どちらかというともう利下げに早く転じてほしいと思っている、まあ、こういう見方がです、ね、今、変わり始めているというのがです、ね、見方になってくるだろうというふうに思います。でこちらはです、ね、市場が予想する政策金利の見通しなんですけども赤い点線で見ているものがこれが6月の FOMC で示された FF レートの予想値と。 現状がですねプラスの5.25からプラスの5.50%、えー、という現在地に対して、えー、FOMC ではですね23年今年の末にかけてあと1回程度の利上げをしてで来年に入ったら、まあ、4.5から4.75なんで、まあ、4回ぐらいの利下げがあるんじゃないかなという、まあ、見通しを立てていると。 一方、市場はというとですね市場のですね政策金利の見通しというのはですね先ほども少し申し上げたんですけどもあくまでもアメリカの経済というのは当初はスローダウンしていくソフトランディングしていくんじゃないかなとそういう中で昨年からですねこう急激に利上げをしたことによって比較的早い段階から利下げに転じるんじゃないかなと。 まあ早ければですね今年のまあ23年今年の後半ぐらいからですね、まあ、利下げに転じるんじゃないかなというそういうふうな見方がされていたんですがこれがだん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 こうずれてきているんですよね。で市場としてもですね、まあ、どちらかというとおもう、ね、今年の後半の利下げはとりあえずないとだろうとで、まあ、来年もですね急激に利下げするというよりかはですねある程度こう段階を踏んで利下げしていくるんじゃないかなと。 まあ要は今、市場の見方としてまあ今年の初めはまあ高く上げて早く下げるという,ふうなですねまあ政策金利のですね期待からまあ予想からですねまあそこまで上げないでまあ高めの金利をですね長く続けるんじゃないかなという,こう,いう,ふうな見方に変わってきていると。 実際ですね、この青いラインと緑のラインがですね、これ市場が予想する FF レートなんですけどもこちら見ていただくとね、こう先行きの方がですね、どんどん上に上がってきているんですけどもこれ一つですね、えーまあ、先々の,その利下げのペースがです、ね、落ちてくるとこういう見方をですね、反映し始めている調査になってくるんではないかなと。 でまあ、その一つの特化かになっている、まあ、一つの理由になっているのがです、ね、先ほどご覧いただいたように、まあ、アメリカの経,経済がまあなかなかこうスローダウンしてこないというのが一つの理由になってきているのかなと。 現状です、ね、あのアメリカの,その長期金利、まあ、先週、です、ね、10年国債で4.3%台まで,です、ねまあ、上昇してきたということで足元、まあ、金利の上昇基調がです、ね、こう鮮明になってきているんですが、まあ、この金利が上昇するまあ一つの背景になってきているのがですねこういったこの政策金利の見通しが市場でですね、まあ、変わってきているというのがですね一つの要因になっているのではないかなというふうに思います。 で今週です、ね、まあ、ジャクソン・ホールで,です、ねまあ、パウエル FRB 議長がです、ね、講演をするということになってきて、まあ、本来はです、ね、この講演というのはです、ね、金融政策そのものについて必ずしも言及されるわけではないので、まあ、何も語られない可能性もです、ね、これ考えられるわけなんですけどもただ、マーケットとしてはです、ね、どこかでこの金融政策のです、ねまあ、方向性について何らかの言及があるのではないかなとやその金利をです、ね、どこまで高い状態で続けていくんだと。こ、まあ、こういったところに ですね、コメントされてくるる可能性があるんではなないかなと、まあ、そうなればです、ねまあ、市場としてはやはりもう少しこう金利の上昇するようなです、ねまあ、そういった展開も十分に想定できるんではないかなというところで見ておるということになります。で一方です、ね、こちらもう一つの注目点ですねこれ n v i d i a の決算、まあ、木曜日行われるということなんですけども。 あのまあ、今回の決算に関してはです、ねこれまあ、点線に示しているところはこれあのブルームバーグが集計しているアナリストのコンセンサス予想、まあ、アナリスト予想になってくるんですけれども、まあ、この一株利益 EPS に関してはです、ねまあ、大幅な前年同期比で増益が見込まれているという形になります。 もともとはです、ね、市場のです、ね、非常に期待値の高い、まあ、そういう銘柄になってきますので、まあ、大幅増益というのはです、ね、これ前年の水準が低かったんでそので発射台が低いも大幅増益になってくるんですけども、えーまあ、それに加えてです、ね、やっぱその来期以降の見通しが、まあ、どうなってくるんだろうというのがです、ね、市場の最大の注目点になってくるのかなと。 エヌビディアに関してはですねやはりその今年の春先以降のですね、まあ、AI という大きな投資テーマがあってでその中心的な銘柄がです、ね、このエヌビディアになってくるでましてやですね足元やはりエヌビディアを含めた、まあ、テクノロジー株を含めたですねグロース株 まあやや難聴に推移しているということになりますので、まあ、こういったその難聴になってきている相場の中でやっぱり市場の今、ねまあ、一番この注目しているこのエギーディアこれがですね非常に強い内容になってくると、まあ、再び上昇基調になってきますし逆にですねこう見通しを中心にですね弱い内容になってくると、まあ、市場のですね失望をさらに誘ってしまうかもしれないと、まあ、そういった意味では非常に注目かなというふうに思います。 ちなみに前回の,です、ね、この1クォーターの決算なんかですと、まあ、決算がです、ね、警戒されている中で,です、ねまあ、非常に強い見通しを示してきたということで、まあ、決算後にです、ね、この同社株、まあ、非常に大きく上昇しているということになりますので、まあ、前回は,まあそ,れはそれでは意味ではで、ね、NVIDIA だけではなくて、まあ、マーケット全体のこう大きなこう原動力になるような決算だったということになるんですが、まあ、今回は非常に期待値が高いだけにです、ねまあ、どういった結果が出てくるかというのはです、ねまあ、1つ注目かなというふうに思います。 でこちらはですね、えーまあ、緑のラインがですね、まあ、実質金利の推移で,で、えー、赤と黒い青ですねこれがナスダックとナスダック100、まあ、いわゆるそのグロース株の代表的な株価指数と。 いう形になってくるんですけども、まあ、本来はですねこのアメリカの,その金利これ逆メモリで取ってるんで下に下がる方が上昇するという見方なんですけども、まあ、金利が上昇するとナススダックグロース株ね非常に逆風ですとで昨年の後半見てみると、えー、アメリカの金利が上がる中ですねナスダック大きく売られてるっていうのは昨年,、えー、昨年見られた動きだったわけなんですけども、まあ、今年はっていうとですねあの、まあ 金利はですね非常に高いとで足元はですね名目金利上がり始めているのでこの実質金利もです、ね、再び上昇傾向にあるんですがただそれに反してですね非常にこうナスダックがですねこう上の方にまに上昇続いているということで要は両者のですね返りが非常に大きくなってきているというのが現状のマーケットになってくると。 でまあ、その一つの要因になってきているのがですねやはりその AI っていう一、まあ、つのテーマ性を持った物色というのがです、ね、この背景にあるわけなんですけども、まあ、NVIDIA の決算を受けてです、ねまあ、再びこの返り傾向がまあ続くのか。 で逆にですね、まあ、非常に期待値が高いだけに、まあ、足元を救われるような、まあ、事態になるということになればですねこの2つの両者の指数の返りがですね急激にこう縮小するような、まあ、そういうふうな動きになる可能性もあるということになりますので、まあ、今回の決算、まあ、非常に注目されるのではないかなという,ふうに見ておるということになります。 以上をもちましてですねウィークリーマーケットフォーカスについてですねご説明の方を終わらせていただきますどうもご清聴ありがとうございました。